広瀬まりのおしゃべり見聞録。広瀬まりのおしゃべり見聞録は、感じたことをありのままにお伝えするポッドキャスト番組です。広瀬まりのおしゃべり見聞録。この番組は IT コンサル光の提供で、木下城伝承館堀部邸からお伝えしております。本日は第30話、30話目でございますよ。30話、記念すべき30ってなんかよくわかんないけど、まあこの切りのいい30回目のお話といたしましては、ちょっとね、体のことについてお話ししようかなと思います。体のことといっても歯についてでございます。歯ですよ、歯。若い時ってさ、なんかこう歯なんてちゃんと生えてるもんだと思ってるでしょ。年を重ねると違うんですよね、歯って。こう、あの、こう傷んでくるんですよ。どん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 傷んでくるんですよ。ですので、メンテナンスすごい大事です。何を隠そう、私は結構あの歯周病菌が活発に動いてしまうタイプらしくて、ですので、ちゃんとこうケアしてないと本当にこう、歯がグラグラになったりとかっていうことがありがちなんですね。で、それを避けるためにはやっぱりブラッシングだったりとか、それからあの、歯間ブラシみたいなものをきちんとするのすごい大事だということが判明いたしました。ていうか、その経験値でね。で、たまたまこう歯医者さんに行った、たまたまというか、まあ、メンテナンスかけに行くんですけど、と歯の表面とかも磨いてもらうんです。で、お茶とかコーヒー、ああいう茶渋っていうの、なんとかね、こうステインっていうのかな、あれなんか宣伝でやってますよね。ああいうのつくので、やっぱりこう口元見られる、ことをやってますので、こうメンテナンス、そういうのでもかけてるんですけど、そこにいらっしゃる歯科衛生士の方が言われた言葉が、なんかすごい、ああプロだなっていう言葉があったので、それをちょっとお伝えしようと思うんですが、まあこう歯をきれいにしてもらう、で、まあ歯石を取ったりすると、こう歯がスカスカになったような状況になると思うんです。経験のある方にはわかると思うんですけど、で、そういうことをやって、まあ、多少痛い部分もあるけれど、帰る時にエステに行った時のように気持ちよくお帰りいただけるといいなということを言われたんですね。だから、まあ、虫歯の治療はね、当然必要ですけど、それ以外にもきちんとメンテナンスをかけることによって、虫歯も早くに見つけられれば、早く治療すれば、そんなに痛くもないですし、まあ、メンテナンスをかけていくっていうことの重要性で、嫌がらずにこう、お口の中を見てもらうと気持ちよく、こうなんかこう 食事が食べられたりとか、お口の中の、そう、年を重ねた人はお口の中がねばつくよとかっていうことがあるかもしれないんですけど、そういうのも解消できたりするので、なんかちょっとお近くで、ちょっといいなと思う歯医者さんがあったら、ぜひ行かれるといいと思います。で、素敵な、私はもうその、一人歯科衛生士さんはこの方って決めて、その方がご出勤の時に行くことにしてるんですけど、気の合う方を見つけると、いろんなことが相談できます。で、まあ初対面で言うととっても難しいかもしれないですけど、だんだん回を重ねていくうちに、いろんなことが話すこと、相談ができるようになりますので、なんかそんな風にして自分の体に対するメンテナンスのかけ方もちょっと考えていくといいなというふうに思います。たかが歯ですけど、食べれなくなると困りますし、なんかその歯周病菌とかが原因で心筋梗塞を起こしたりみたいなことも書いてあります。まあ、医者じゃないので詳しいことは分からないですけれども、そんな危険性がある、そういう因子を持った歯周病菌もあるようなことも聞いてます。それから噛めなくなるっていうのは、やっぱりちょっと、栄養を取るっていうのは、お口から栄養が取れなくなるっていうのは、体力をどんどん奪っていってしまいますので、歯は大事にしてほしいなと思います。もうそれはね、経験から言ってますからね、ぜひぜひ気をつけていただきたいと思います。歯間ブラシいいと思います。まあ、若い方だとね、そんなに入らないかもしれないですけど、ちょっと歯茎が後退してきたなって思われて隙間がある方は、歯ブラシだけではきれいになりません。なんか今日はすごい警察官になったり歯科衛生士になったりみたいな風でございますけれど、ぜひぜひ気をつけて、お口の中もお掃除していただけたらなと思います。で、緩んでしまった歯茎もやるようによっては、またね、ちょっと、まあ、完全に復活はしないかもしれないですけどね、きちんと戻ったりしますので、
ぜひぜひ気をつけて、今元気なうちに気をつけていただければなと思います。ちょっと切実に今日は感じましたので、ね、歯医者行くと歯は、私の歯は今ツルツルピカピカになっておりますので大丈夫でございますよ。皆さんも気をつけてくださいね。なんかそんないい情報もありましたら、ぜひ皆さんのメールお待ちしております。メールのアドレスは info@marifan.club、 info@marifan.club でお待ちしております。さあ、広瀬まりのおしゃべり見聞録第30話はこのあたりで。今日の番組はいかがでしたか？皆様からの感想リクエストをお待ちしております。メールアドレスはinfo@marifan.club、 info@marifun.club です。たくさんのメールお待ちしております。 YouTube チャンネルもありますので、そちらもぜひご覧になってチャンネル登録もお願いいたします。マリッペ TV で検索をしてください。それでは次回もお楽しみに。